おとといの慰霊の日、糸満市にある白梅の塔で慰霊祭が開かれ、沖縄戦で従軍看護婦として動員され犠牲となった白梅学徒隊の女子生徒22人や戦没者へ祈りが捧げられました。その女房の親父が先生だったの、白梅を戦場に駆り出した役じゃないかな、昔は。その罪滅ぼししてるような。皆さんに期待いたします。自分たちも、もうちゃんとやりはしたんですけれども、間に合いませんでしたね。自分たちも間に合わなかった。慰霊祭には95歳になる元白梅学徒隊の竹村豊さんや学徒の遺族など60人余りが参列し、犠牲者を追悼して平和を祈りました。